皆さんこんにちは、中山雅史です。今日も、ジュビロ磐田クラブハウスからお届けしています。僕一人しかいないということなので、マスクを外させてもらいます。ではここから、お話ししたいと思うんですけども、今ちょうど受験シーズンですか。まあ、僕自身も、受験、高校受験、そして大学は推薦入試だったんですけども、そこも一応受験といえば受験ですから、そういうことをして、高校大学に入っていったんですけど、まあ、今回は大学時代の話を、皆さんに、お届けできればなと思って、これから話したいと思います。僕がやったことのあるバイトは、セブンイレブンのバイト、あと居酒屋さんのバイト、それから工事現場のバイト、それからスナック、電線みたいないろいろな作ってた工場かな、工場のバイト、あとはお餅屋さんのバイトです。その当時だって時給500円以下って時もあったかもしれないな。だから結構お金をその稼ぐっていうのは大変なことなんだなっていうものはすごく実感しましたね。でスナックもちょっと風紀的にどうなのとかね、いろいろその夜中のまでこう店はやってるからどうなんだろうっていう思いがあると思いますけど、ほとんどお客さんが来ないスナックだったんですね。だから1日に1組2組ぐらいしか来ないようなスナックだったんですよ。だからそこに、行って、どっちかっていうと留守番ですね。留守番でスナックにずっといて、でまあその時っていうのはカラオケ歌うにも200円いたんですよ。お客さんは来たら200円硬貨をそのカラオケの機械に入れて歌うという、そういう時代だったんですけれども、マスター、店長さんはオーナーですけれどもね、バイトに入ったバイト生に対してはカラオケはいくらでも歌っていいよって、まあそこの店にある小銭を使って歌ってくれていいから、全然その空いた時間は楽にしてていいっていうんで、だから非常に楽なバイトではありましたね。常連さんが一人いて、スギちゃんっていう常連さんがいたんですよ。でどんなに空いててもスギちゃんの座る席は、カウンターの一番、まあカウンターを中から見て一番右かな、そこに座ってずっとこの焼酎の、お茶割りというかウーロン割りですね、それをずっと飲んでるおじさんなんですけどもね、スギちゃん今元気かなっていう、今思い出しましたね。今元気かなサッカーに集中する上ではバイトとかしない方がいいと思いますよ。休むところはしっかり休む、そして勉強するっていうのは必要だとは思いますけれども、社会勉強をするという意味ではバイトしたことは非常に自分の身にはなったなと。お金をこの稼ぐということがどれだけ大変なことなのかっていうのは、それは本当に身をもって感じましたね。まあ、今受験真っ只中かもしれません。そして自分が目標とするものを掴んで大学に入学するのかなっていう人もいると思います。大学行ったらやはりもう自分次第です。自分が何に興味を持ち、何に情熱を燃やし、そこにどういう考えを持って行動を起こしていくのか、行動を起こせるのか、それが勝負です。自分が入った大学で自分のその将来像をまた見つめ直していくんだと思います。自分の将来がこういろいろなものがこう浮かんでくると思います。そこに行くもそこに行けないも全て自分次第です。自分がその見つめているその先に行くためには、自分がしっかりとした考えを持ち、それに伴った行動を起こさなければそこには行けません。まあ大きな高い目標を立てれば、それだけより自分は大きな努力をしなければいけない、それを覚悟の上で日々の生活暮らしていってもらいたいなと思います。大学、まあ苦しいところじゃなくて楽しいところですよ。いろんなものを学べるところだと思います。ただその自分で自分をしっかりと見つめていかないといけないところでもあるかなというものは、僕自身大学生活の中で学びました。皆さんもね、楽しい大学生活待ってます。そして皆さんを飛躍させてくれる大学生活が待ってると思います。そうなることを祈ってます。